というわけで皆さん、初級中級道場を制覇したウルでございます。というわけで今回は私、チャレンジ道場上級をやっていきたいと思います。ルール説明などいらぬ。さあ参られ。一面、まずは一面だろ相手は。さあサングラスハゲ。さあこれか、ふん、相手にならんな。さてじゃあ行きますか。ちょストラップの音入ったらごめんね。行きます。1、いきます。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25,26,27,29,30。 OK、 次、残りすべてをこっちに費やせ。うーわー、ごめん、ストラップの音うるさいかもねー。よし、レッツゴー、出発。割と真ん中キープよ、素晴らしいよ。さあ何メートル飛んだ。うふー、62メートル弱あいつら。39メートルって、結構ウィリムコ見つけちゃった机に。さあ、新記録。さあ、次の相手はどちらさん？ん？ふれ、腹切り。ふん、安心しろ、峰打ち試合。さあ、次は。おーい、割と恩恵。さあ、ムスカ大佐。ロムスカパロウルラペタ。フルネーム覚えてます。さあ、行きましょう。いきますよ。こっち側行った方がいいかな。オッケーオッケーオッケー。で、こっち行っての、オッケーいいよ。で、このままこっち行って、で、こっち行きますの、いいよいいよいいよ。で、このままこっち行って、ちょっとこっち行こうか。で、こっち行って、行って、やばい、マジか、やらかしたやらかした、マジ、ちょ、マジ、うわ、うわ、うわ、今やったわ、今完全見た、邪魔したよね。あれ完全やったわ。ちょ待って、これはやばい。4位でまずいって。マジかよ。卑怯者ども、いった。この野郎。うわ。またかよ。てか、なんでこんな運ゲーっぽいような結構やつくんだよ。やばいな。あのね、タルレース難しいのよな。思った以上横にずれんのよ。いや、今の勝ったと思ったんだけどね、マジで。どういう理屈で速くなってんだ。俺前後に傾けてたのにね、ムスカのターン。これ、初手割と有利だからなぁ。いや、これ、硬いやつだなぁ。耐えたなぁ。いや、これ、2番手が一番有利説まであるんだよなぁ。耐えるなぁ。耐えすぎじゃない？どうしよう、これ。むずくない？ここ射抜いたらなんかなるかな。ここでどうだ。よし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 、とりあえず3点稼いだ。さあムスカの番。まあ堅実2点。うわー、これはちょっともう無理なので、俺逆転厳しいぞ。いや、落としすぎ。ちょ待って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 、これ、お、俺のターンで変わってくれんの、マジサンキュー。こことはいえだなぁ。とはいえって感じはすんなぁ。ムスカだけしょっぱくない？え？こいつ後押ししてんのか、他の連中勝つように。ありえるなぁ。まずいかも。え？だったら俺ここ狙うか。ここら辺狙うか。いきますか。ここ！うわ、思った以上に落ちなかった。マジでこのゲーム2番手が有利すぎる。2番手やばすぎ。いやー、マジか、今のもうちょっと落ちると思ったんだけど、しかもあの緑残るなー。あのおっさん残るわ。いって、この野郎。やるじゃねえかよ。うん、これかー。やばいな、強い、普通に強いっすね。まあ、強くなかったらそれはそれ困るんですけど。行きましょうか。真ん中50ってあんのでかいな。あそこ50ってあんのはでかいね。早くね、入れんの。そんな早い。みんな安定して狙ってる感あるな。あ、ここら辺かな。あ、ちょっと違ったか。オッケーオッケー。いいぞ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 。素晴らしい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 。素晴らしいぞ。最後10点なら、ちょっと勝負。何あれ。なんか突っかまって、なんか突っかかってたな。オッケーオッケー。ここら辺だな。オッケー、ここら辺入れて。どうだ？ナイス！で、20点か。まあまあいい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 。大豆20点ね。100
190! あいつ緑のやつやっぱ強えな、緑のやつやっぱ強えわ。で、ここら辺。ま、50点いった！あっぶなー、危なかった、ギリギリの過ぎる戦い。やっとあの緑のやつ始末できた。マジであいつやばい。あいつ名前なんだ？あのなんか、マット中世紀ぐらい。マット中期。後期があのハゲの頭だからね。で、マット前世紀が、ちょっと若いやつだからね。さあ次！ドミノ数えか。いいね。ただこれ喋れないのよね、みんな。ただこれ喋れない、マット。マット、お前。やってんな。さあ行きますか。おいよ。1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,1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 8,9,10,11,12,
なんか一人だけ異常に多いやついんな。45ぐらいなんじゃないかなと思うんだけど。自分の押し間違いがなければ多分45ぐらいだと思うんだけど。意外と多かった。あっぷなー、ちょっと押しミスがあったんかな。ちょっと何回か押しミスあったかも。あっぷねー。まあ、とりあえず勝った勝った。オッケーオッケーオッケー。勝ちさえせや、問題なし。てか、ジョンいたのか。テレビのジョンいたのか、お前。ふぅ次。俺あのラッシュかましてんだよな、こいつらに。で、今回達人ってか真ん中にいるやつすごい達人雰囲気あるもんな。さあ、ビリヤードですね。ほれ。ほれ。飛べ。これどう来る？あぶれ。これ城の弾が来る場所にもよるんだよな。こっちか。うわ、これ厳しい厳しい運が悪すぎ。ちょっと待って、これ運悪すぎだね、今の。いや、割とこれ運だからな、これ。弾道予測っつうかね。割とね。くそ、あいつは見にくい。これ死んだんじゃないか？同時？うわーマジか、あの、よくわかんない、いつみマリオみたいな人が1位か。やばいなー、ちょっとまずいねー。ヘマしてるわ。ヘマしてる。いや、初級中級と戦ったせいで俺、ちょ、弱体化してる説がある。やばいねー。くそ、二人耐えられて2ダメージ食らうのか。ライフもう半分以下か。やばいなー。うわーなんかすごい、海外の人来た。うわ、これかー。模様と騎士を覚えるんだよね、これ確か。模様と騎士を覚える。模様と騎士。さあ、最初は何？8のスポーツカーみたいなじゃないやつ。8、これ。あぶれ。最初は筋だけなんか違うの。オッケー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 。次から車の機種が変わるから、そこ注意だな。一番最初は模様だけなのね、違うの。で、たまになんか模様じゃなくて機種も違う場合があるからな。さあ次、ラウンド2。あの3のやつ。あの3、これだ。オッケーオッケー。3だったよね。オッケー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 。なんかコンピューターが間違えたから怖かったわ。オッケー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 。次ファイナルラウンドだよな。これたとえ俺も負けたとしても、いや、こいつに取られたらまずいんだな。なんだ騎士は。あれじゃない、スポーツカーの模様。あれじゃない、スポーツカーの模様で。あ、違う、これじゃない、これだったと思う。これ、あ、これだ、これ。間違えた、これ、これ、これ。これだったわ。いや、間違えちゃった、今の。まあいい、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 まあいい。1は死守した、オッケーです。あー今間違えちゃったね。せっかちになりすぎた。冷静にやるべきだったね。そうなんだよ。俺せっかちだからさ、そういうこと焦っちゃうんだよね。ほんと申し訳がない。おれ次俺に膝をつかせるとはな。やるじゃねえか。次うわ、アップルか。さあ、アップルですね。これアップル正直後ろに滞在してさ、持ってる人たちの奪った方がいいんじゃないか。マット手伝ってやれ。じゃあ行きますか。いきます。最初にちょっとこの3個とか取って、いいよいいよ。で、こっち取っての、オッケーいいよ。で、ここ取りのしての、で、こっち木のしての、オッケーいいよ。で、あいつ2個失ったな、オッケー。で、でかいやつ来てる、こっちでかいやつ来てる、オッケーいいよ。で、ここ取りのしての、オッケーいいよ。で、ここ取りのして、余計の、オッケー、余計の、オッケーいいよ。で、ここら辺取りの、あえて、ここら辺取りの、取りの、取りの、オッケー。取りのデラックス。あぶね！あ、ちょっと待って、落としちゃった。これ良くないな。オッケーオッケーオッケー。これ良くないんで、ちょっと回収しつつ。オッケーオッケーオッケー。いや、マジか！あいつ強え！なんだあいつ！まあ、1ダメージで抑えたのはまあいいか。ちょっと俺ぶつかんなきゃよかったね、今の。ぶつかっちゃったかんねー。くっそ、やっぱ下の方で滞在したくのありか、これ。下の方滞在が正解なのかもしんない。いや、ここに来て俺があんまり練習したらミニゲームで来んのやめてくんねえかな。やばい、残りライフ3か。やばい、土下座しだした。バカ野郎、まだ半分だぞ。うわ、これか！
これあれだよね。一周していくやつだよね。じゅんぐりじゅんぐり。いきますか。体重は外側からでもいい。オッケー。いきます。しての。で、こっち曲がりのしての。邪魔すぎ。マジ邪魔すぎ。ちょ、待って。あー、やっちまった、やっちまった。もったいねえ。あ、1点入った。オッケー、オッケー。で、これこっち行っての。で、こっち行きの。で、こっち行きのしての。で、ここら辺曲がりの。オッケー、いいよ。で、ここら辺曲がりの。で、ここ曲がりのしての。で、ここら辺曲がりの。オッケー、いいよ。で、ここ曲がりの。オッケー、いいよ。で、ここ曲がりの。で、ここ曲がりの。で、ここ曲がりのね、オッケー。どうだ？オッケー！よく行って、あそこでなんか突っかかったのに逆転した。素晴らしいぞ。オッケーオッケーオッケー。ゴリラ顔の人も蹴散らしたな。オッケーオッケー。ただこれラッシュは見れねえな、俺のあのかっこいいラッシュ。勝ちたいね、連続で。あと9人、いや、あと10人か。これかー！これ結構ね、俺が思ってる以上に上行っちゃっていいんだよな、前回の教訓。前回の教訓ね。さあ、とりあえずこれお手本見とくか。結構今回距離が遠いやつか。かなり遠いな。かなり遠いぞ。これじゃ半分もいかないぐらいじゃないか。そうだね、半分いくぐらいか。だからあれの倍率、結構上でいいんだよな。意外とあれ当てにならんから。行くとしたらここら辺なんじゃねえかと思うんだけど。ここら辺なんじゃねえかなと俺思うね。ここら辺だと思う。ここら辺なんじゃねえかな。で、あいつらがあそこでしょ、強いでしょ、だってこいつら一応コンピューターで。あ、どうだ、止まってくれるような。いや、達人だったらもうちょっと上に行ったんだろうな。かなりチキったな。あ、マットのいる位置に止まった。これマットボーナス入ったわ。うれうれ、次参らねえ。さあ、上級との対マンになりそうだな。うわ、これかー。タイミングがパシャだよな、確かこれ。ハート型とか後ろに来ることあるからね。後ろ注意しとくか。ここ！なんでハート型、え？ハート型いるんだったら絶対ハート型取るべきだと思うんだけど。うわ！ 2 匹差で負けた！これやったな。2匹差で負けたか。あっちの方が多いのか。ハート型来るの聞いてないよね。ハート型来んのかな、確実に。1もらったか。残り体力2。やばいぞ。残り何人？うわぁ、ジェフがいる。ジェフとあいつか。うわ、これか。さあ、まあ、ショート俺はマリオ行きます。行きましょう。うわ、慣れもいんのか。慣れもいるし。1。行きます。いけるさ。え？仲良し。女性陣は女性陣でなんか、あれだったしね。一緒だったしね。これまた1かな？オッケー、1だな。また全員マリオとか言うんじゃないだろうな。これドローだった場合どうなんだ？オッケー！これ1ポイント差が出たのはでかいぞ。うえーい、ふふーって感じ。あれなんだろう？プラスか。オッケーオッケー。俺はもうマリオしか狙わないから。一点集中型男。うわ！ここに来て慣れが邪魔してくる。いや、俺は王冠取るね。王冠取るわ。これ、慣れとか邪魔してくる可能性高くてやだな。うわ、もう、こいつら、徒党組んでる説ないか。いや、王冠も狙うしかねえ、俺。え、頼む。お前らドクロ行け、お前らドクロ行け。よしよし、5点で、あ、いい、いい。第一。つうか、このおばさんも含めての3体、あれか、大将全員か。よし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 。攻撃は防御されたが、問題なしだな。ふわっ！くっ！へぇ、残り3人来たな。大好きみたいな顔しやがって。最後なんだ？これか！思った以上に遅めでいい。棒の高さはね、いきます。いやあ、くやあ、ここどうだ、ぬおぬあ、もっといける、お前ならもっと飛べる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 飛んだ。203、強すぎん。これは勝ったろ。諦めるんだな。お前じゃ俺には勝て、え、な、助走距離ちょっとなんか弱くなかった？え、早落ちんの？
え？ってんじゃないのよ。これはもらった。203メートルもらったわ。最後の最後でこれ来たな、でかい。達人にやったほど任されたからな。おう、お前はやるな。こいつやはり上級の中でもかなりズバ抜けて強いのかな。だが、200を超えなかったら無意味よ。これ達人のこれバージョンあんのかな？上級しか出ないけどね。チェフ、パワーないな。やっぱ、あの人だけズバ抜けて強いっぽいね。あの人だけ若干達人寄りの強いなのかな？はい。強すぎるな、203メートルは。勝ったね。ギリギリの際の際だったが勝ったね。これ1位マットなのかな？いや、こっちの世界だと1位はマットじゃないのか。誰なんだろう、1位。まあいい、お前ら全員ボコしタイムだ。じゃあな、はい。だから連戦できなかったな、連勝できなかったな。クリアはできた。これだけなら十分だろう。さあ、でもこれ30人クリアだろう。評価は俺1位か、これそもそも。あ、1位なんだ。あ、2位数字なんだ。あ、じゃあ、これ30残しただけですごいあれなんだ。優秀なんだね。よし、じゃあみんな、今回とかちょっと、疲れたんでやめにするかな。じゃあ次回、なんだっけ、他のモードをやっていきたいね。他にモードいろいろあるんで、それもやっていきたいね。それじゃあ次回の、その動画でお会いしましょう。バイなら。